T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。何やってるの？ちょっと見ててほしいのですが、おそらく、その瞬間を見たことある人は、少ないかもしれないと思って。何か。上がるはずのステータスにご注目ください。どういうこと？ということです。下がった。はい。ああ、時間によってステータスが下がる瞬間を、見て欲しかったのね。そういうことです。まあ、今回には関係ないですけど。そうでしょうね。ネタとして見ていただきたかっただけです。さあ、リプレイですが、第2章ハードをご覧ください。お前も人形になるのだ。高画質だね。ついに今回から高画質ですよ。しかもずっとです。そうなんだ。それは嬉しいわ。見ている方も楽ですし、編集している方も楽しいです。重いのがネックですけど。カクカクで編集どころじゃない？とか嘆いてなかったっけ？いや、そんなことはないですよ。そんなこと言ったことがありません。あー、そう。ただ、重いとセリフがずれるなぁっていうだけですよ。やっぱり思ってたんじゃない。まあ多少は。でも、なんでこのリプレイを保存したの？それはまあ、見ていただければわかりますよ。とにかく最後まで見ろと。そういうことですね。この押す時間がもどかしい。結構ゆっくりだもんね。でもやっておかないと惨劇が待ってます。しょうがないのね。最初は仲間だと思ってたのよね。懐かしいですね。女性キャラも多くいるから、そのうちの一人がここにいて一緒に戦ってくれるのかと思ったんです。甘い考えは見事に打ち砕かれたのね。さすがにそんなシステムはないようです。このシャンデリアですが、ノーマルで乗りまくってたら穴が開いたような気がするんですが、そうなるんでしょうか。試してみればいいじゃない。もし使えなくなったら怖いのと、通り過ぎる時には忘れているんです。切ない頭再びね。でも、穴が開くとしたら、凝った仕掛けだと思いませんか。確かにね。でも、ここなんか登れなくなるし、見間違いじゃない？そうなのかな。その時の動画がないのが残念です。ディスクアーマーを倒すと、たまにディスクが飛んでくることがあるんです。ものすごい勢いの時があるよね。あればっかりは還元してほしいですね。最後に一矢報いたいのよ。最後っぺが強いです。箱に守られてると、どうやら毒に当たらない感じです。どちらにしてもリーチは短めだよね。この上手い肉は取っておきます。攻撃力が上がるのね。できれば他の食べ物を取りたくないですね。効果が上書きされるからね。そういうことです。いつも倒しちゃうんですけど、考えてみれば後ろの宝はお金だし、別に必要ないんですよね。なのになんで倒してるの？いやーん、がつきたくて。そういうことだと思ったよ。こちらも同じ理由です。まったく。ただ、女性を倒すと、たまにスイーツを落としてくれるので、効果を上書きしたくない時には、要注意ですね。嬉しいけど。嬉しいんだ。そりゃそうですよ。今のは危なかった。
もう少し近くから出すと、この畝に当たることもあります。あまりいいものは出ないなぁ。やはりボスの金の箱じゃないとね。ボス専用のレアものがありますからね。やはり、魔剣を手にしてから安定しました。先制攻撃できるのが大きいよね。こういう攻撃の外からも攻撃できますしね。メリットが多すぎます。ここは4つくらい残せば大丈夫です。3つでもいいのね。確か2つでも大丈夫だったと思います。宝がいらなければ別に必要はないわね。そうですね。なんとなくあるものは全部取っちゃいます。さて、これでボスへの道が開きました。あとは向かうだけです。敵もほぼ倒してあるし、やられることはないわね。安定したものです。これはもちろん取りませんよ。取ったら台無しだもんね。ここを忘れずに。これで完全にボス部屋が開きました。あと、ここも開けておくと便利です。どうせ通るしね。こいつも念のため倒しておきます。さあ、これで憂いなく戦えますね。頼もう。もう何回も戦ってるんでしょ。実はそうなんですけどね。入れようとする人形はレーバテインで、口から出す人形はソウルスチールで、どちらも問題なく壊せます。そうだね。あとは本体が動き出すのを待つばかり。ソウルスチールを出すタイミングは、最初の人形が出たくらいがちょうどいいです。そうすると全ての人形を壊せます。こんな感じですね。本体にも当たるし、便利よね。さあ移動しました。動き出す方向で、3つのどれに行くのか見極めます。今は一番下ですね。方向は上中下があるのね。全ての箱で鉄の書状を塞いでいれば、この3つしか残ってないはずです。この間もスピリットで攻撃。ぐるぐる回って結構強いのよね。MP を3つ、出しておくといいでしょう。ソウルスチールは MP30 だから、一応それくらい残しておけば大丈夫です。この場で人形を出すこともあるのよね。まれに数回出すこともありますが、ソウルスチールが無理なら、スピリットでもいいですし、普通に魔剣や炎剣でも十分です。下から上へ向かうときには、真っ先に向かうのもいいですが、途中でダメージを与えるのもいいかも。今は MP が少ないので、おとなしくしてます。別に剣で攻撃してもいいんでしょ？いいですが、被弾率も上がるので注意です。そういうことね。人形はおそらく1回しか入れようとしません。これさえしのげば大丈夫。パターンはかなり決まってるのね。お、人形を出すパターンでした。こんな風にスピリットでもいい感じです。さて、そろそろ倒せるかな。調子いいと2回ほど移動すれば倒せます。もっと上手い人ならもっと早いんだろうね。まあそうでしょうね。一番強いかも。
今度は横に移動しますか。まだ倒せないのね。ハードでもそろそろと思うのですが。まあ、剣は威力もあって助かります。おお、やりました。問題なく倒したね。さあ、何が出るかな。どうせすごいものが出たんでしょ。え、別に普通じゃない。なんでリプレイを保存したの。それはこれだからですよ。ああ、そうか。そういえばノーダメージだったね。そういうことでした。危な。さて、嬉しく腕にもう一つを見せします。引っ続きマラソンしてるのね。これもリプレイで失礼しますよ。嘘。ついに出ました、レアのレアリングです。すごいじゃない？早速装備しますよ。これでレア集めがはかどりそうです。よかったわね。嬉しさ爆発です。何それ？レアリング装備でマラソン続行です。いいものが出そうね。期待はしちゃいますね。ことないっていう。ありがちね。でもノーダメだったりします。やるじゃん。慣れてきました。レアリングも2個手に入れて、わほほい、と喜んでいたら、まさかの妖刀村正ゲットです。すごいわね。月下ではやり込みの武器でしたが、今作ではどうでしょうか。あ、あった。一番上ってことは、強。すごい攻撃力だね。これ、両手剣かな。片手剣だ。マジ？強すぎるね。使いやすいし、最高。これはもらったね。楽しくなってきました。さて、今回はここまでです。いや、いいものを見せてもらったよ。ということで、ノクターン。